大体サイズ感わかるからさ作れるけど、ルフィ君は多分うちの子より一回りちょっと大きいから気持ちこれより二目ぐらい網目増やせばいいしとかさ、いちごちゃんとかにも可愛いの、いちごカラーでさ帽子作ってかぶせてんの。ここはめんどくさいから行かないけど、実際の標識や交通規則に照らして運転してください。斜め左方向です。そうなの、そこの横浜町だからだいたい嫌いだな。ああ、みたいにこういうの、そうだな、道を知るってやっぱいいな。
と思って。待ってらっしゃるな。うん、昨日のあれはやばかった。通ってんのに通る車突っ込んでくるの。マジあそこやばい。なんだろうね、あれモール内にあるから別に守んなくていいでしょ。守り込んでるのかな。あれ普通に道路通して成り立ってから警察いたら捕まるだけじゃないの。そもそも危険運転だし、その辺の動画を全部もらいたい。知らないけど圏央道って行かせたからなんで。カナビが古いからじゃない。いや、繋がってるよ一応。なんかこのカナビあれなんじゃない、圏央道に嫌な思い出の感じは。あるかもしれない。知らないけど。生産地相模原だし。え、生産地相模原に行かせた。だから嫌なんじゃない。なんかあんじゃん、なんか因縁があんじゃねえの。うん、剣運動だけど、絶対行かせたくねえみたいな。ただ人が立ってるだけでしょ、お前は。人に踏んのはやめなさい。昨日も話したけど、見知らぬ大人が横断歩道を赤で無視してたから子供も連れて一緒に走ってなっちゃったって言ったじゃん。飛び出してったから普通に車がさ急ブレーキかましててかわいそうだったし。左方向です。よくないよね。強いからほんのちょっとね、もう終わり。多分普通よりそれ、普通のパンよりすげえ塩分強いからダメ。多分今日だっていっぱいさパンツかぶってるみたいな。かわいいな本当に。あんじゃないすげえ前のワゴンは折ってんだ。そんなに。そして同じ方向行っちゃうから嫌だろうね。いや、切羽詰まってるのか。慌ててんのはわかるけど。間に合いって待ってるからね。え？うん。そんなね。食べたいよ。こんなちょっとりして。好きなんだ。人間に食ってもなんでも美味しく感じるんだよ。
リオ系とやりてる。